なんか、今日は何もやる気が起きなかったの。ダメですね。今日は何もやる気が起きずにね、もう。なんかね、本当にね、コンタクトもつけるのすらね、めんどくさくて。で、動くのもめんどくさくて、けど、コンビニには行きました。コンビニにも行ったんですよ。コンビニもで、コンビニだけ行ったんですよ。そう。なんかちょっと久々に福岡こう、帰ってきて、ちょっとでも荷ほどきちゃんとした。荷ほどきしたの。それは偉いかもしれません。19くらいから24の朝、福岡、19くらいから東京行って、24の朝帰ってきて、で、仕事昨日2個くらいこなしの、今日久々のオフだったからか、もうなんか疲れが溜まってたのかね。すごい寝ました。すごい寝ちゃって。投げました。ありがとう。そう。なので、何にもしない日でしたね、今日は。一旦荷ほどきはして、コンビニにも行った。それだけです。 それだけしたんですけど、でもね、明日ね、明日、牽制ロケ、 YouTube のさ、牽制ロケってあるじゃないですか。すごい目のとこに来るね、このギフト。 ねえ、この星って目のとこにすごい来るね。 今すごい、みんなにもそう映ってんのかな。すごいじゃん、目から花火が 上がってた。すっごいかぶる、めちゃくちゃかぶるね。明日牽制ロケがあるんですけど、やばい、明日6時過ぎくらいに起きなきゃ。 やばくない？明日6時過ぎに起きなきゃなんだよ。だからマジで早起きで、しかも外なの、多分1日じゃないか、まあそんなに長くはないと思うけど、外の結構暑い感じだからやばいです。早く寝てね。まあ今日ちょっとめっちゃ寝ちゃったからあれなんだけど、そう。でもね、全身肌を出さないでロケに行くから、もうなるべく焼けないようにすると思うけど。いや、福岡雨降んない、明日は大丈夫だと思うんですけど。明日は大丈夫だと思うね。台風がね、近づいてるらしいんですが、本当ですか？え、タワー？誰さん？ここに乗ってない。あれ？誰だろう？すごい、みんな投げてくれてて、
マーチ、やべ、もう11時半から始まっちゃうじゃん。よし、11時半にやったら終わろう終わっちゃうじゃん、やばいじゃん。すいません、時間見ていない。待って、タ、え、タワー当たってる？誰か投げてくれた？あ、ヨタハチさんありがとう。タハチさん本当だ、1位になってた。タチさんタワーありがとう、ありがとう。ショートメガネの簡易すっぴん、すっぴんショートメガネ詰め込み。ご飯いっぱい食べたよ今日。15分終わったら終わっちゃおうじゃん。もうラジオやっちゃうから、それをみんな聞いてください。28、29、30万達成してたんやね。そうなんだよ、すごいよね。あのお祝い特別配信の日に多分もう達成してたかも。なんかもう50万近いかもね。ありがとうございます。なんかさ、タワー自分です、ありがとう。え、甘いもの何を、ドーナツ食べたし、あのドーナツ食べたし、なんかセブンのミルクプリンみたいな、白ホワイトミルクプリンみたいな、白のね、真っ白のなんかクリームが乗ってる白いプリンあったんですけど、超美味しかったのでおすすめですね。それ食べて美味しいね。ミスドはね、あれ全然最近買ってないんだけど、ミスドあれか、芋のやつだよね。あとモンブランのやつも出るみたいな感じだったから、10本以上あったんじゃないかな。そうなんだよ、投げてくださった方がねいっぱいいたんだけど、本当に一個一個に反応できなかった、申し訳ない。2本くらいか。お、ミスド、いいね。 JK でも通用しそうな雰囲気ですねなんかこの前撮影した時に、なんか衣装さんみたいな方に、おいくつ何歳なのみたいな感じで言われて、で2、その時あ普通に23ですみたいな、そしたら「へえ」みたいな、ちょっと、なんかその人に言われたのかな、なんか学生さんかと思ったよみたいな高校生、それちょっと言い過ぎじゃないと思ったけど、学生さんかと思ったよみたいな言われて、そう、そんなと思って、さすがに言い過ぎちゃうと思ったけど、まあ上には見られることあんまないんだよね。そこまで上に見られた経験あんまなくて、年齢言うとね、そう、年齢を言うとあんまりなんかってなるんですけど、しかもね髪の毛短く切ったらねなおさら言われるんだよね。そう、だから今眼鏡してるからあれだけど、いや眼鏡の効果があるかわかんないんだけどね、あの短いとなんかちょっと幼くなるかも、多分分からんけど、どうなんでしょうか。そう、短いとね、なんかまあファンの方とかはもうね、なんだろう、見慣れてるっていうか、愛理のことを見慣れてるからあれだけど、初見さんというか初めて会った方には結構実年齢よりはまあ下に見られることが多いかな。24の年ですみたいに言うと、みたいな、
よりはちょっと下に見られがちかな。上はあんまやったことないかな、うん。18とかで見えたみたいな、18歳くらいかと思ったとか、その人に言われて、と思って、見る人によっても違いますけど、多分そうやって見られることもあるのかって思って、25、26とかはあんま言われたことない、まだね、一気に老化する可能性はあるけど、今後一気に老ける可能性あるけど、今んとこね、あんまり、まあなんかすっごい上を言われるよりかはまだちょっと下を言われてた方がいいのかなって思ってるんで、まあ今はあれだけど、今後ね、今後も若く見えたらいいけど、年齢確認あるね。年齢確認っていうか、普通に身分証でもそんなにないかな。なんかあり、もともとそのもともとっていうか金髪とかだったからさ、金髪とか髪染めてたりしてたから、もう去年もなんかこう染めてる人あんまり確認されないのかな、わかんないけど黒髪の時はめっちゃなんか見せてくださいみたいに言われてたね。そうです、まあ確かにね、メイクとかもあるかも。この間の撮影の時とかちょっとメイクそんなに濃くなかったりしたから、それはあるね。濃さでだいぶ変わるかも。そうね、確かに。いや、私も結構大人っぽくなってきてる方だと思うよ。もともともうちょっと全然子供っぽい感じだったので、それはそう。いや、大人っぽくなろうとはしてないけどね、別に頑張ってなろうとはしてないけど、まあなんか自然とね。そうそう、髪染めて、確かにそうそう。大人の美人さんへね、なっていきたいよね。大人の美人さんって難しいけど、綺麗になっていきたいね。派手な色にしててよくされて、そういうこともあるのか。そういうこともあるんだね。みんなアバターゲットできたかな、ね、ラジオ始まっちゃうかも。テロップ出たら終わります。そう、まあちょっとお風呂入って、もう明日のために寝なきゃなんですよ。6時過ぎに起きれるかなというか起きなきゃなので、アラームいっぱいかけますね。んねん、え、テロップ出たっけ。あ、出ました。今出ました。1878、ありがとうございます。今度その話するわ。何の話だ。13位双眼鏡さん、12位オリさん、11位雑巾さん、10位ズッキーさん、9位ケンジさん、8位ヤクさん、7位まっちゃん、6位レアルさん、5位タータンさん、4位バラさん、3位谷川豊さん、2位ホクペグさん、1位ヨタアツさん。ラジオ聞かないとお願いします。公開収録が決まった日の私のなんかエピソード多分話してると思うので、ぜひちょっと聞いてみてください。じゃあまた明日ね、バイバーイ、おやすみなさい、聞いてね。